時間寝たなんて。日付が変わる、いや違う、何時寝たんだっけ昨日。ファミリアタイムして寝たから12時は超えて寝て、で4時半に起きたの。なんか目が覚めちゃった。もうちょっと寝れるのに。でもね、もともとね今日朝配信にしようと思ってて、今日は撮影をして、それからもう一つお仕事してって帰ってきた。多分私疲れちゃうかなと思ったから。だから4時間しか寝てない。今日死ぬかな。私今日結構忙しいんですよね。でも寝れないの、もう目が閉じれない。だからじゃあ一回気分転換にショールームしたら寝れるかなと思ってつけてみた。眠いなって。もうみんな仕事なの？ちょっと喉渇いたからお茶持ってきていい？なんか、早朝だった。だって5時半だもん。イベントかな今日。ちょっと喉が開いた。私いつでもしてませんだって。これから出勤です、夜勤です。よいしょ、びっくりした。あ、びっくりした、いろいろ落ちてきた。よいしょ、でもねこのショールームしたらもう一回寝てみるんだ。だから15分だけどね。多分絶対に早起きしなきゃと思ってるから早く起きちゃうと思う。私そんな早起きじゃないんですけどね。8時に起きたら間に合うんですけど、こういう後でめっちゃ疲れて寝ててしまってたらどうしようと思ってたので、なかった。あ、そうだ、聞いてほしい。若菜の卒業公演に、ね、出させていただくことになりました、若菜が卒業しちゃうよ。でも本当に最近出れたらいいなってふうには言ってたんですけど、メンバーの調整とかいろいろあって、ほんとついこの前リハ期間中に決まって、あーって頑張って覚えなきゃと思ってリハが終わってから覚え始めてるんですけど、あとだから2週間なくてドキドキなんですけど、まだフリーでも全部してないし、何よりさ新公演だからめちゃくちゃ難しくて、まだ慣れてないから。でもここてもね好きだったんですよ私。最後のリボン姉妹を見てください。てかリボン姉妹というか若菜のこといっぱい見てください。
でも寂しいよね、これで分かんないが本当にいなくなっちゃうんだって私想像ができなくてさ、全然想像ができてないからめちゃくちゃ寂しいんですけど、うんって感じ。うんだって、まさかもう私が新公演の新しいチームを覚えると思ってなかったから、それもにしてもびっくりだけど、多分一発目じゃない正規メンバーでね。えなのでちょっとなんか難しい、誰に相談していいか分かんない。ここで難しいですよねっていう人が H にいない。でも楽しみ、分かんなと最後まで一緒にいれるのが本当に嬉しいし、一番近くで見てたいなってずっと思ってたけどチーム分かれちゃってそうあれだったから、なんか私が頑張って覚えたら若菜と一緒に出れると思ったらリノも頑張れる。何してもここ点がめちゃくちゃ難しいんですよ、目撃者より難しい。若菜も多分今頑張って覚えてると思うので、その目撃者をね、お互い頑張ろうって。博多ミーマックスでポチテクルだった。私もねやった、ちょうどあともうちょっとしたらね、あの次の雷タイムにはマックスになってるかな。ショートカットに、なんでみんなリノが出るかもと思ってたんですか。バスルームで思うな、ショートカットにしようかな、なんだっけ、なんとかかんとかなんとか、大人っぽくなるのが嫌じゃない。なんかツイッター、ほんとみんながびっくりするかと思ったらツイッター見たらみんな、いのちゃんが出ると思ってましたみたいな、と思っちゃった。なんでそんなにわかるんですかって。ユニットだって、ここ点は夢のデッドボディだっけ、デッドバディだっけ、夢のデッドボディ、うんうんうん、私あの、私あの曲大好きで、確かに溺れているのは優しい言葉と、次、あ、何度も寝ない楽しいよね、あれ楽しい、何度も寝ないと、なんだっけ、なんだっけ、あともう一曲、おにゅー、 O N E W O N E W、 おにゅーと、この世界で一度のってやつですね。この歌めっちゃ好きなんですけど、リノいつもの題名が覚えられないので、いつも調べるの。この世界に、この世界が雪で埋もれる前に、常か10% ですね。すごいユニットがいっぱいある。エビデンス。こんなに早起きしてどうしたのだって。ここを見て。ジッパーちゃうのだって。ジッパーちゃうよ、楽しみにしててください。恋するエビデンス、わかる、サイコロ楽しそう、あれサイコロの動き、タッタララッタララッタ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 ッ、
スもマイナスも同じこと ちなみに私がココテンの好きな曲を言いますね。私がココテンの好きな曲は何でしょう。2曲あります。何でしょう。おはよう。アクセルだってそれは目撃者でしょ。ここてんで私が好きな曲。ラジオでわかる。一曲ですよね。私も好き。覚えやすい。頭に残りやすい。ジッパー。情熱って。うん。いた。なるちゃん。そう、カトレアが好き。私カトレア。カトレアの花を見るそのたびに思い出すの。知ってなんだろう急に。カトレア大好き、めっちゃ好き。ないのに動画だって動画そんなに。あ、バレエやってるなー。クレしか思わん。違う、あと1曲なんでしょう。中盤です。思っていない。ほがちゃん頑張れ。ありがとう。頑張るよ。ザキザキザキバありがとう。なるちゃんも、キュキュファング、ていちゃん、トマさん、松山さん、えみじありがとう。うわ、不毛も好きです。私正解は100年先でも、100年先でもでした。私が好きな曲。僕は待っているよ、ちゃんちゃん、僕は寝ることを。愛とはいつだ。もう本当に全部覚えてないんですよね。なこともあったんと目を細め笑える日が来る。100年先でもの、あの何とも言えないあの表題曲っぽさがめちゃくちゃ好きです。でもカップリングなんだろうなって感じの、なんかイントロからなんかめちゃくちゃ好き。かっこいいし照明もかっこよかった。ゲネプラ見に行った時好きなんですけど、2曲とも難しくて。NMB さんが出たオリジナルの映像見ましたからって。私ね、村瀬紗英さんが好きだったんですよ、 NMB さんの中で。そう、だからここ天使、ここにここ天見てたんです。ずっとやってない時期もあったけど、めっちゃ好きだったから、見てたし、見てたし、聞いてたここ天だから、いいなと思った。 NM 警報ここ天やるんだと思って。でもね、 NMB さんはね、なんかぽいよね、ここ天。なんかびっくりしたのが、ファンを巻き込んでするのが多くて、ファンの方の名前言ったりとかさ、ファンの方のお便り曲中に読んだりとかさ、なんかそういうのがめちゃくちゃ多いんですよ。1043日ありがとうって、ありがとう。私多分今日もこの配信しかしないから、これでバイバイね。
今日は頑張ります。今日の福岡の気温は最高温度18度だって。18度って暖かいですか？私今日はね、ロングワンピースで行こうと思ってました。ショートカットにしようかな、バスルームでホモだ。もうみんなも眠たいでしょ。そろそろ終わりにしよっか。ねえ、今日寒いの嫌なんだけど、なんか朝と夜が寒いんですよね。けーぼー、絶対に7時半に寝坊しないように起きます。なので二度寝してきます。みんな見てくれてありがとうございました。二度寝してね、本当に寝坊しないしないと。いっぱいアラームかけときます。8時までアラームかけてたから多分大丈夫だと思う。7時半まで寝ます。たら1時間半寝れる？2時間寝れる？結構寝れるね。そしたら寝ます。たら皆さん7時半から神寺タイム一緒に頑張りましょう。二度寝危険だけど、でも寝ます。バイバイ。13位が小野賀氏、12位がタカさん、11位がカワウソ、10位が虹色花、9位がマッチャームさん、7位が8位がイニ、6位がブルーハン、ブルーイング、ブルーイング、6位がキューキューバンク、5位がタン坂田さん、4位がウィーパディ、3位がドマさん、2位がザキザキザッキー、1位がコカちゃんでした。コカちゃんの1位久しぶり、ありがとう。コカちゃんも頑張って。はい、あ、皆さん今日も1日頑張ってください。おやすみ。二度寝してきます。なんか鼻水が止まらなくなっちゃった。おはようだとおやすみでも、もう一回寝ます。電気をちょっと暗くしていいですか？よいしょ、バイバーイ。切っちゃうよ。よいしょ、もう寝る準備を始めます。もうこれ配信切ったら寝ます。こうやってお布団をねかぶって、よいしょ。私のさ、ナイトルーティンみたいな感じっぽくない？よいしょ。でこうやっていつもこうやって寝ます。でも今すると本当に寝てしまうそうなので、おやすみ。また明日1時間後に起きます。バイバーイ。